こんにちは。今回はちょっと見てください。いつもと違う場所です。去年動画出したかな。僕が箱作ってる場所はいつも機械織りなんですけど、ちょ今回特別な体験をさせてもらいます。手織りです。今からだいたいもううちでは20年ぐらい前になりますかね、手織りしてたのは。はい。僕は手織りしたことないんですけど、ちょっとねやってみたいかなと思います。だいたい原理は分かってますけどね、手織りっていうのはちょっとね、機械織りに慣れちゃうとなかなか難しいので、ちょっとね一昔前に戻ってみようと思います。今回このリーフのやつを手織りします。はい、ということでつまらない動画になると思いますが、行ってみましょう。はい、やり方です。まずこうやってやって、この中を折る。で、まあ、ここは人によりますね。ここをパコンってやる人とやらない人。僕はここをこうやって折って、こういう風に穴開けておりますで、反対に向かって向けて、で反対行った時にパコンってやってってやります。で、中にはこれやらないでバガって入れる人もいます。はい、それはもうね僕プロだと思ってます。で、これをもう一組作ってあげます。僕遅いですけど、早い人を打つと100だいたい10分ぐらいでできちゃいます。で、これ組んで並べるって感じです。はい。で、これ5段、だいたい5段、この針があるとこは4段。はい。で、こんな感じでやっていきます。はい、こんな感じでいきましょう。まあ1時間ぐらいでちょっとまあ100か200ぐらい折りました。はい。まあ久しぶりにやってみた感想なんですけど、いや手織り大変。あのね、機械織りでも大変だなと思うんですけど、手織りもっと大変。はい。今回2人で一応やったんですけど、これだけ折る量でもねすんげえ大変。最初ね110分で折るわとかバカな口言ってたんですけどね、いやちょっとね相当練習しないと110分は難しいです。大変。でもね、均一にできますよ。はい。すごいね、箱が柔らかくできます。手織りにすると。機械織りにすると、ぐわって締めちゃうんで、かしめちゃうんで、あんまり、なんつうんですか、ほわほわし、箱がしないっていう感じがするんですけど、手織りはそんなことないですね。すごいなんか箱が自然な感じで出来上がります。はい。すごいなんか、また手織りも手織りで、またなんか職人芸を感じるというのを今日感じましたね。大変。大変だからこそ職人芸。まあそんな感じですね。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。またこういうね、ちょっとね、他の農家さんに行って、こういうちょっと体験みたいな動画もね、ちょびちょび上げていきたいと思います。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。